こんにちは、マッキーです。去年の春に撮影した桜のスポットをご紹介いたします。場所は岡山県井原市にあります井原堤というスポットです。道がちょっと狭いので離合はかなり困難ですけど、時々ね回避ポイントがあるので大丈夫かなと思います。道幅はこんな感じです。結構ギリギリです。道路にベンチが置いてあったりするんで、もうちょっとしたアトラクションですよね春の岡山に行かれた際は立ち寄ってみられてはいかがでしょうか。満開シーズンは歩行者が多いので七分咲き付近でお邪魔しました。望遠圧縮効果を使えばスカスカな桜の木でもギュッと圧縮して、ちょっと画像加工すればたくさん咲いてるように見せれます。平日でしたがお天気も良かったのでサクッと撮影してささっと退散しました。今年2022年まもなく桜のシーズンになりますので、まあ、この道を通らなくても、まあ、対岸の土手にね駐車場みたいなのあるみたいなんで、まあ、プラプラ散歩してみるのもいいかなって思います。最後に野良猫ちゃんがいたんでちょっとバシャッと撮ってみました。それではまたの投稿でお会いしましょう。バイバーイ。